グッドパートナー、無敵の弁護士、赤星がレッドだったらね、なるほど、つくもは99。まあちょっとした小ネタも楽しいのが気楽に見られる要因のようでね、第3話 10.5、 第4話 11.1 と視聴率の方も右肩上がりとなかなか健闘。うん、まあなんといってもね、竹野内豊、松行靖子のメイン2人をはじめ、国村純、杉本哲太、大倉浩二、角健人とコメディーもお手の物っていうメンツが揃ってるだけに安定感もたっぷり。うん、でそんな中、近頃こんな役どころばっかりって感じなのが、松行靖子扮する夏目芳恵のアソシエイト弁護士、赤星源を演じる山崎育三郎あの下町ロケットの時のヒール役が早くも懐かしいね。ということで、山崎育三郎といえば1986年生まれの30歳、東京都出身。まあ本来はミュージカル俳優なんだけど、2011年7月の舞台嵐が丘で夫婦役で共演した元モーニング娘。の阿部夏実と4年間の交際を経て、昨年2015年12月29日に結婚っていうのが話題になったわけで、でひょっとしたらそれを見越してのことなのか、実は昨年からテレビドラマにおける活躍が目立ってる次第。うん、ウェブサイトニュースポスト7、3月6日掲載のコラムニストでありテレビ解説者の木村隆氏の分析によると、山崎さんは小学生時代にミュージカル俳優を志し、10代で東邦音大附属校やアメリカ留学で学びながら舞台経験を積んだ本格派。20代に入ると早くもトップ俳優となり、シーンを牽引してきたミュージカル界の若手第一人者です。昨年30歳を迎える直前になって、ついに映像の世界へ本格参戦しました。ドラマデビュー作の日本テレビ系ラストコップではテロリスト役、 TBS 日曜劇場下町ロケットでは社長を裏切る技術者役と立て続けにヒールを演じましたが、本来は花のあるベビーフェイス、ミュージカルではレ・ミゼラブルのマリウスやロミオとジュリエットのロミオ、ミス・サイゴンのクリス、モーツァルトのモーツァルトなどの大役を次々に演じてファンを魅了しただけに、ドラマでのヒール役はギャップがあって新鮮でした。さらに1月クールのフジテレビ系お父さんと呼ばせてでは残念なナルシスト男、TBS 系悪党たちは千里を走るでは共済化で金欠の AD とユーモラスな役柄に挑んでいます。共に今にも歌って踊り出しそうなコミカルなキャラでインパクト十分、見る人の目を釘付けにするキレのある動きや発声の強さはミュージカル俳優の大先輩市村正親さんを彷彿させるものがあります。山崎さんの魅力は役柄の振り幅やキレのある動きだけではなく、見る人にこの人は演じるのが楽しくて仕方ないんだなと感じさせられること。ミュージカルと映像作品では当然ながら発声、表情や動作、ヘアメイク、観客やカメラの有無、一発本番かリテイクありかなど多くの面で違いがありますが、山崎さんはノリノリの演技でその差を楽しんでいる様子を伝えています。一つの型にはまるのではなく、毎回新しい自分で勝負したいと語る熱い人柄の持ち主なのです。その熱さはバラエティへの出演時にも魅力となります。今年に入ってほんまでっか TV ではジェスチャークイズで珍回答を連発し、しゃべくり7では美しい動作であそこのポジションを直すネタを披露、ぴったんこカンカン厨房ですよでも爆笑をさらいましたが、思えば23歳の頃にさんまのスーパーからくりテレビのお笑いバンドサザエオールスターズにボーカルとして参加していた過去もあり、バラエティ対応力は実証済みです。なるほどね。
うん、まあ確かにバラエティもこなす方がドラマにとってもいろいろと有意義というか有利に働くね。うん、ということで何はともあれグッドパートナー無敵の弁護士、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。